アイドモスカイチ、アイドモスカイチストイックな怠け者、テケテケです。そして、アマテラスちゃん、まあ、1月からの再販ということで、今回ガチャに再実装されましたが、まあ、今回の動画では、まあ、このアマテラスちゃんですね、再販までの間に、まあ、環境も変わってきてるので、まあ、今でもアマテラスは有効なのかどうか、そして何かパワーアップした部分があるかどうかと、再度検証動画出していきたいと思います。はい、で、ざっとアマテラスのスキルですね、足早に説明していくと、はい、このキャラクター、パッシブで神器がついて、硬さだったり火力を作った上で、まあ、漁夫だとか花言葉、まあ、あと影光なんかで自分を固めていって、まあ、復活も4回できるということで、まあ、硬さ、まずまずあるキャラクターではありますが、まあ、影光が剥がれてしまうタイプの影光なんで、マーリンとか、まあ、そういった味方の影光を剥がれなくする副将と一緒に組まないと簡単に落ちてしまうので、まあ、耐久はそこが大きなネックですね。まあ、今対人戦においては正直このアマテラスちゃんに関しては、まあ、最近のインフレの波には完全に飲まれてしまっているので、まあ、対人向けに登用っていうのはあまりおすすめではありません。まあ、このキャラクターの一番の特徴としては、やっぱりスキル1で味方6名に祝福を一旦ばらまくことができて、スキル2でも味方6名に一旦の祝福をばらまくことができるっていう、まあ、祝福キャラクターになっているところですね。で、しかもスキル2の方ですね。知力値が敵に勝っている場合、必中になるということで、まあ、上杉謙信だとか、趙雲ちゃんなんかと同じく、戦役を必中で高いステージで回すことができる副将になってます。まあ、このゲーム、敵とのレベル差がつくと、どんなに火力が高くても攻撃が当たらなくなってしまうので、せっかくボスなんかを倒してガンガン進んでいったとしても、その先、高いステージで戦役を回す際に、まあ、攻撃ミスって、高火力の攻撃が当たらず敵に逃げられてしまうと、高いステージでの経験値稼ぎができなくなってしまうので、まあ、今、その戦役で経験値を稼ぐためには、こういった必中キャラクターを使うっていうのが最善策なんですね。でその候補に上がってくるのが上杉謙信だとか趙雲ちゃんだとか文王、まあ、あとはちょっと変わり種で王騎人だとかブリュンヒルドモルドレット東伯等々何人かいますが、まあ、王道なところで言うとこのアマテラスか上杉謙信か趙雲か文王の4名ですね。まあ、戦役的4名に対して必中で回れるキャラクターで、アマテラスは6名なんで、まあ、今後新しいステージができて敵の人数が増えたとしても対応型になってますね、上杉謙信と違って。であとはスキル1なんかで敵に罪悪困惑をつけて、まあ、ダメージ反射の威力を 100% 減少して、まあ、反射を弱めることはできますが、まあ、これは完全に対人向けのスキルになってて、でしかも困惑つけて殴ったとしてもすぐ今の環境剥がれてしまうので、まあ、このアマテラスが攻撃する際の反射ダメージはある程度抑制できますが、まあ、味方が攻撃中の困惑に対してはあんまり期待しない方がいいです。相手ホスで、まあ、私的にはもう結論、戦役の必中キャラクターとしての採用一択ですね。でその中でアマテラスは一応上杉謙信や趙雲なんかと比べたら対人戦もある程度タフなキャラクターだし、まあ、火力もある程度ありながら反射にも抗いつつ戦うことができるキャラクターということで、まあ、対人も強いタイプの必中キャラクターっていうのが一番のセールスポイントでした。まあ、ただ今回ですね、このアマテラスの再販までの間に何体かアマテラスと相乗効果の高い副将ちゃんがゲーム内に実装されてて、まあ、特にやっぱり戦役ですね、まあ、このキャラクターもメインの活躍どころが戦役なんで、戦役が伸びたかどうかっていうところですね。まずアマテラスの後出てきたツクヨミ、はい、このキャラクターがややアマテラスと相乗効果があり、パッシブスキルで帽子の味方3名に、はい、集中という生後バフをつけて砲術会心ダメージを 100% 増加させることができるキャラクターということで、まあ、アマテラスの必中の範囲攻撃の威力を上げてくれる可能性があるキャラクターなんですね。砲術会心ダメージをアップなんでクリティカルを出さなきゃいけないんですが、ちょっと残念なことに、はい、アマテラスに関してはスキル2ですね、必ず命中ではあるんですが、クリティカルに関しては祝福でクリ率を 50% アップしてるぐらいになっており、まあ、その他のクリ率アップの要因がここだけだとないんですね。まあ、つまり角クリで立ち回ることができないキャラクターになってしまっているので、まあ、別途例えば七星だとか幸運風波なんかも敵にばらまけばクリティカルやや上がるんで、まあ、風波だとか、まあ、そういったクリ率アップ系のキャラクターと一緒に組んで、それでクリティカル率アップを 100% 以上にして、まあ、角クリライクに作ることは可能ですが、これも先ほどの命中問題と同じく、このゲームレベル差が敵と大きく開いてしまうと、例えばレベル差60とかあると 100% のクリ率アップをしたとしてもノーマルダメージ出てしまうんですね。まあ、レベル差補正でクリ率を下げられてしまうというところがあって、まあ、特にレベル差がでかいとどこまで行っても角クリまで持っていくことが難しいんですね。まあ、なんでツクヨミのこの整合集中ですね、クリティカルが出ればめちゃくちゃアマテラスの火力アップに貢献できるんですが、まあ、そこがうまく作り込むのが難しいと。まあ、一応このスキル1でツクヨミ、知力値が高い味方の帽子に対して冷血をつけて、実は冷血の効果で回心率 15% アップしていたりして、まあ、ちょっとは足しになっていたりはするんですけどね。まあ、ただこの冷血と集中のためだけに応援出しで出すのはちょっともったいないかなっていうところではあったんですよね。まあ、これが例えばスキル2のこの蓄力なんかが味方につけれるタイプでスキル1で立ち回れるのであればもうめちゃくちゃ良かったんですけどね。はい、という感じで、まあ、つくみちゃんかなり惜しかったです。まあ、ただ今回ですね、ちょっと検証したいのが、まだ私も検証してないので、これから見たいと思いますが、ジョフクですね。はい、今回アマテラスがいるサーバーで登用してきて、はい、このキャラクタースキル1で奮起をつけて、まあ、攻撃力が 1.5 倍 50% アップすることができて、で、スキル2ですね、3万をつけることで、これ3万がつくことで、範囲攻撃の回心率が 35% アップ、はい、して、クリ率アップができるんですね。
しかも冷血より明らかに大きなクリ率アップで、あと物理会心ダメージ耐性と砲術会心ダメージ耐性も 70% 減少して、まあ、敵の会心ダメージに対する耐性を下げることでこっちの火力を上げることができると。でこれ昨日ちょっとバグなのかどうかみたいなね、まあ、新仕様なのかみたいな感じで動画1本アップしてるんですが、まあ、本来戦役の敵っていうのはこの会心ダメージ耐性がそもそも 0% なんで 70% 避けたところで 0% が 0% になるだけでダメージ変わんないんじゃないかと私思ってたんですが、実際に検証してみたらダメージ伸びるんですね。これ物理会心ダメージ耐性 0% の敵に3万つけて、なんでジョフクちゃんですね、アマテラスに対して奮起で火力 1.5 倍つけた上で、まあ、さらに3万でクリ率を 35% 上げながらダメージもある程度伸ばすことができるというキャラクターになってるんですね。はい、なんでアマテラスが出てから一番大きな変化はこのジョフクが来たってとこですね。はい、今回の動画ではこのジョフクとの相乗効果なんかも比較映像出していきたいと思いますので楽しみにしててください。はい、ということで、まあ、それも踏まえて戦役ですね、おさらいがてら今のアマテラスの戦役の活躍のさせ方見ていきましょう。はい、ということで今回用意してきたアマテラスちゃんは戦力2000万の攻撃力が321万から553万と、まあ、美課金でも作れそうなアマテラスですね。細かいステータスはこんな感じで作り込んできました。はい、このアマテラスでさらに、はい、戦役でめちゃくちゃ頼りになるリュブちゃん、こちらも最大攻撃力550万とアマテラスの最大攻撃力とほぼ同じ最大攻撃力のリュウビちゃんを用意してきて、はい、その上で戦役ですね、200ステージメインの方こちら見ていただきたいんですが、開幕初王から応援出してここに白拓で蓄力と七星を劉備そしてアマテラスにつけて、でアマテラス自身がスキル1で祝福、これまた劉備ちゃんにつけれるんで劉備ちゃんのコブの威力を強くした上で、で最後コキビがここに出てきて暴走を劉備とアマテラスと初王につけて、まあ、さらに劉備のコブの重ね書きの威力を上げつつ、まあ、初王に暴走がつくことで初王の知力値が上がるんで、まあ、スキル2初王敵に知力値で勝ってないと敵の状態性を 100% 無視して風波をつけることができないので不安定になってしまうので、まあ、小機微なんかで初王の知力値を上げてあげると、そんな感じで初王の知力値を上げてあげることで、まあ、スキル2の風波ですねの効果によって、実は風波っていうのはダメージ 1.5 倍アップするだけでなく裏の効果で防止の会心攻撃される確率、まあ、防止のクリ率 25% アップ貢献してくれるんですね。まあ、なんでここで 25% とクリ率アップがあって、であと白拓からスキル1の七星ですね、これも七星の単数かける会心率 15% 分クリ率アップするんで、まあ、スキル2のアマテラスの攻撃のタイミングだと七星の単数残り3ターンになってるんで 45% ですね、ここでも会心率アップもらうことができ、はい、さらにアマテラス自身の祝福の効果で 50% 会心率アップができるということで、まあ、この初王アマテラス白拓の3体で合計してクリ率 120% アップさせることができるんですね、アマテラスのスキル2のタイミングで。はい、ちょっとこれで200ステージですね、しっかり68秒で回してるのでちょっと見ていきましょう。はい、戦闘の流れとしてはこんな感じで、まず敵の全体攻撃で弱い子が落ちたところ、はい、そこにバッファーが出てくるんですが、ショウなんかはこれ結婚化してるんで、まあ、前に強気に置いてますね。で蓄力劉備やアマテラスにつけて、白拓の七星もアマテラスや劉備につけると、はい、でスキル1打ち終わった後、今七星4ターンとここに書いてありますが、まあ、これが3ターンになっちゃいますね。なんでクリ率ちょっと下がりますが、まあ、それでも 100% 超えのクリ率は作れている状態で、小機微の暴走が劉備とアマテラスとショウについて、ショウの暴走による知力値アップもここで果たしてます。であと劉備からもコブで知力値もらえるんで、はい、風波のばらまきですね、しっかり敵全体に成功させて、また白鬼で撃砕のばらまき、そして白拓で破壊のばらまきと、レバフのばらまきもしっかりした上で、アマテラスのスキル2、敵の HP 最大30億ぐらいありますが、スキル2の範囲攻撃1周目でまず68億70億と、ものすごいダメージ出てますね。これクリティカルが出てるんでこのダメージになってるわけですね。はい、でしかもこれ範囲に対して2回攻撃できるんで、今のをもう1回やりますからね、まあ、クリティカルが出れば範囲に対して140億ぐらいのダメージが出るという算段ですね、まあ、めちゃくちゃ強いです。しかも必中、はい、で注意が必要な場面ですね。やっぱりアマテラスはクリ率上げたとしても各クリキャラクターではないので、はい、こんな感じで、まあ、クリティカルの中にたまにレベル差なんかがあるとノーマルダメージが含まれてしまって、はい、クリティカルの時のダメージ約70億ぐらいだったのが、ノーマルダメージだと23億4000万ぐらいのダメージと、まあ、実際にはこれを範囲に対して2回やるんで、まあ、大体46億7億ぐらいのダメージ、まあ、50億近いダメージは出るんですが、まあ、それでも火力としてはクリティカルが出てる時と比べたら激減してることがわかると思います。まあ、アマテラスパッシブで砲術会心ダメージ 50% アップがあったり、まあ、普通のプレイヤーだと思想の靴下なんかでさらに砲術会心ダメージ 20% アップなんかをつけていたりして、まあ、クリティカルが出るとやっぱり火力って爆上がりするんですね。で今のアマテラスは砲術会心ダメージ 236% となっており、まあ、このクリ率アップに関しては 16% 分ですね奥義から得ているので、まあ、こういったところからもクリ率アップが狙えるというところもあって、まあ、やっぱりクリティカル時のダメージっていうのは、まあ、このゲーム伸びやすくなっており、まあ、ノーマルダメージとクリティカルダメージで大きなダメージの差が出るんですが、はい、さらに戦役においてはこういった白鬼みたいな、まあ、撃砕キャラクターですねが罪悪撃砕ばらまいてくれて、まあ、これによって会心攻撃の時のダメージが 1.2 倍増加だとか 25% 増加だとか
とか、やっぱりクリティカルが出た時に対してダメージがドカンと伸びるような、仕組みが今いっぱいゲーム内にあって、そんな中アマテラスはクリティカルが出た時と出なかった時でここら辺のクリティカルダメージの恩恵なんかが撃砕からも得られなくなってしまうので、一方カククリの趙雲ちゃんだとか文王ちゃん上杉謙信っていうキャラクターはもうカククリなんで絶対にこの撃砕の 20% アップとか、こういった恩恵を得ることができるんですね。ちょっと試しに上杉謙信の火力と比較していきますか。はい、アマテラスの装備上杉に移してきて、筋力パラメーターと諸々武将用に変更した上で上杉謙信373万から504万の最大攻撃力、はい、細かいステータスはこんな感じですね。上杉謙信の方も物理会心ダメージなんかがかなり強いキャラクターなんで、ここの伸びがアマテラスよりはでかいですね。でこれがカククリなんで、はい、それがどうなるか。でちょっと最大攻撃力アマテラスが550万だったのに対して500万に落ちてしまっているので、その分リュウビちゃんですねの最大攻撃力564万と少しだけ上げました。はい、こちら MR の上杉謙信ですが CMR キャラクターじゃないんで、パッシブなんかのここら辺の攻撃力パーセント 54% だとかこういったとこがちょっと低かったりするんですよね。アマテラスは 65% あったりと。でしかもアマテラス戦闘始まったら神器でさらに伸びるんで、ここなんかは結構アドバンテージですね。それも踏まえて、はい、戦役上杉謙信に変えて謙信以外先ほどと全く同じメンバーの状態で上杉謙信のスキルにどのぐらいの火力になるか見ていきましょう。アマテラスはスキルに範囲に対して2回攻撃するんで、はい、上杉は一発で、はい、クリティカルが出て大体64億から70億ぐらいのダメージと、いうところで、ダメージ差で言うとさっきアマテラスがノーマルダメージの時23億ぐらいだったので、それよりはやや強いですね。上杉謙信の方がノーマルダメージの時、はい、という結果となりました。しかも上杉の方が最大攻撃力低いにもかかわらず、そのような結果となりました。はい、この結果は、上杉謙信のスキル2とアマテラスのスキル2のダメージ予想ですねを見てみると、ある程度納得がいく感じなのかなってところで、上杉がスキル2で敵範囲に対して 1000% のダメージで筋力で勝ってる場合はダメージ倍で 2000% で、一方アマテラスは 800% の範囲攻撃で神器によって 1.5 倍されてるので 1200% で、さらにそれを2回攻撃できるんで 2400% と、はい、ここまではアマテラスの方が勝ってるんですが、上杉謙信はここに確定クリティカルが入るので、はい、ここで爆伸びする一方アマテラスはクリティカルが確定じゃないので、この値出れば強いんですがこの値参照できないんですね。ノーマルダメージが出る可能性あるんでこっち基準に考えなければならず、その上でコブの倍率ですね、ここに関しては上杉謙信の場合アマテラスと違って本人自体がバッファーではないので、リュウビちゃんに対して例えば蓄力、七星、暴走と3種類のバフを乗せることしかできないのに対して、アマテラスの方は蓄力、七星、暴走、祝福と4種類バフを乗せることができるんで、この本人たちのダメージパーセントの威力にコブの倍率を足した場合ですねっていうのは、ちょっと章の説明省きますが、上杉謙信の場合だいたいコブの重ね掛けで上杉謙信の火力アップ 13.19 倍ぐらいできるとしたら、アマテラスは 26.2 倍ぐらいコブによって火力アップするんですね。その差倍ぐらい違いがあるんですが、やはりそれを踏まえたとしてもアマテラスより上杉の方が最終火力高くなるんですね。はい、これなんでかっていうとやっぱりクリティカルの影響が大きく、ちょっと前回アマテラスと上杉比較した際は私の検証サーバー撃砕キャラクターがいなかったと話していたと思うので、その撃砕によるクリティカル時の 20% 火力アップがここの表に入っておらず、そのおかげでこれ 20% ないとだいたいどっこいどっこいぐらいなんですが、撃砕によるダメージ 20% アップも考慮に入れるとここのクリティカル倍率がとても高くなり、はい、そこの差で勝ち切って上杉の方が火力が高くなると、でだいたい 30% ぐらい、はい、高くなるっていうような予想が立って、で今回の検証映像でも、上杉の方がだいたい 30% ぐらい勝ってたかなという結果になりましたね。はい、ということで、アマテラスがクリティカル出せない場合には、上杉の方が強そうかなっていうところはありますね。とはいってもめちゃくちゃ大差ってわけではありませんが、はい、ちなみにアマテラスがクリティカルが出た時の威力ですね。で見ると、はい、今度は上杉の倍ぐらいですね。アマテラスの方が予想火力が高くなるという感じで、はい、もうこれはさっきアマテラスで見た通り、アマテラスクリティカルが出た場合には一撃の威力、さっきの上杉謙信の一発と同じ威力になってるんで、でこれアマテラス2回やるんでね、範囲に対して単純に上杉の倍ぐらいの火力になりますよっていうような差が出るんですね。これは強いですね。ここまで出たらもうダントツでアマテラスの方が、その他全ての必中キャラクターより強いですね。はい、じゃあ試しに敵にバリアがつく201ステージ以降、今回は203ステージですねの敵に対して上杉謙信、先ほどと全く同じ上杉謙信でスキルに必中で角クリで打っていきますが、この時の威力ですね、見てもらうと敵のバリアすら壊せてないんですね。さっきの上杉謙信で、全然火力が足りないと。一方同じステージでアマテラスに変えて、クリティカルが出た場合の威力ですね、見てみると、はい、一発目ではバリア壊せませんが、二発目でバリア、はい、壊しに行って落とすところまで、持っていくぐらいはいけるんですね。一発ノーマルが出ちゃったところ落としきれませんでしたが、はい、このことから言えるのは、アマテラスはクリティカルが出ない場合は上杉に負けるけど、クリティカルが出た場合には上杉を圧倒する火力があり、でその火力っていうのは、201ステージ以降のバリア環境においても有効な火力アップになっているので、そうなってくるとあとはもうクリティカルが出せるかどうかっていうところですね。ただこれに関してはもうどこまで行ってもアマテラスちゃんは確定クリティカルキャラクターではないので、安心安全のクリティカル発動ってわけにはいかないので、一生そこは付きまとうとこですが、逆に言うとレベル差補正でクリティカルが出づらくなっているので、今みたいなレベル差はこちら
ら30くらいですね。ノーマルダメージ一発アマテラス出してしまっていましたが、まあ、これが例えばレベル差25とか20とかもっと近づいていけば、その分確定クリティカルに近づいていくので、火力が高い分高いステージでも安定する可能性が上がるという感じで、敵とのレベル差が少ない場合には確定クリティカルかなり作りやすくなるんで、もうそうなると上杉謙信だとかその他の必中キャラクターの追随を許さないぐらいの威力が出せるキャラクターになると、まあ、なのでアマテラスの登用の判断はレベル差が敵とどのぐらい詰まっているかっていうのが一つめちゃくちゃ大きな判断基準になりますね。レベル差が詰まっていればもう圧倒的に強いです。で、今は戦役もこんな感じで何回もポチポチしてればいい値が出たりするんで、ある程度レベル差が詰まってきたらこのポチポチ連打でいい値が出た時にタスクキルして高い経験値をもらうってこともできるんで、その方法で経験値稼ぎもできるようになってきてるんで、あ、これとかいいですね。201ステージですが68秒出ましたね。はい、そんな感じでここですね、ここの画面で68秒が出た時にタスクキルして高い経験値を稼いでしまうっていうようなやり方も今はできるんで、まあ、昔同様戦役はやっぱり不安定なのは良くないですが、安定して効果力が出ないキャラクターよりやや不安定でも効果力が出るキャラクターの方がちゃんと管理すれば高いステージで経験値稼ぎができるような環境になってきてます。そういう意味だとアマテラスの方が戦役の性能が上になるんですよね。はい、そんな中今回出てきたのがこちらジョフクちゃん。さあ、このキャラクターが出てきたことでスキル2で3万をばらまいてクリ率さらに 35% アップできるんで、今言った不安定な部分をここでさらに安定化させることができれば、もしかしたら高いステージですね、安定して経験値稼ぎができるようになるんじゃないかということで、今回ですね、はい、検証してみたいのはクリ率アップのために必要な昭和だったりアマテラス、そしてハクタクなんかは外せませんが、このリュウビちゃんですね、リュウビちゃんをもう外してしまってここにジョフクを入れるっていう作戦、これが通用するかどうかですね、ちょっと見ていきたいと思います。で、まあ一つ注意が必要なのは、まあ、まずこのやり方だとリュウビちゃんのコブですね、これがもらえないんで火力激減するとは思います。まあ、ただその代わりクリティカルが安定するのであれば総合火力ある程度いいとこ行くんじゃないかなってことで、その火力比較見ていきましょう。あ、ちなみにジョフクのスキルで火力アップできるのは奮起による攻撃力 1.5 倍と、まあ、スキル2の3万がなぜか今火力が高くなるということが分かってるんで、その2つですが、スキル1の方の奮起による火力アップはリュウビのコブに重ね掛けした際ちょっと計算が素直に計算してくれず、他のバフと違って相乗効果がやや薄いんですね。なんであんまりコブの重ね掛けに奮起を使うのはおすすめではないかなと。まあ、ちょっと小気味の代わりに入れてみるの面白そうですけどね、ちょっと時間があったらそれも、まあ、メンバー限定とかでやってみるかもしれません。まあ、今回は時間もないので、はい、こちらジョフクですね、リュウビの代わりに入れる形でやってみたいと思います。で、ちょっとプラス2覚醒でかなり不十分なジョフクちゃんですが、注意点はスキル2で敵に知力値で勝っていないと状態状態性 100% 無視できないんで、ちょっと今回はこの知力値育てるところまでジョフクちゃん作り込めないんで、まあ、それでも 35% ぐらいの確率で3万にはしてくれるんで、まあ、その3万になった敵だけ見ましょう今回は。さあ、そして見ていきますか。はい、昭和から白卓でこのアマテラスとの間にジョフクが出てくる形ですね。まあ、威力どのぐらい変わるか楽しみですね。スキル1でまず奮起をつけて、アマテラスの火力 1.5 倍アップで、一応ジョフクここで奮起を小王にもつけてくれるんで、奮起によって小王の知力も 1.2 倍アップするってところは、まあ、リュウビちゃんがいなくなった分のコブによる知力パスがもらえない分をやや補填はしてますね。本当にややですが、でリュウビちゃんがいないんでやっぱりコブの稼がけがない分威力は落ちるかなと思います。はい、で風波ばらまきはうまくなんとかやってますね。はい、ちゃんと風波撃砕破光塔をつけた状態で、あとはジョフクちゃんがスキル2のデバフをつけれるかどうかですが、これが状態状態性無視、今回は 100% できてない状態の検証になるんで、3万ついたのは上と、あ、みんなにつきましたね。あ、全員につきました。ナイス。じゃあ、あとは威力だけ見ましょう。さあ、アマテラスのスキル2、いや、やっぱり落ちますね。クリティカルで、うん、33億とか25億とか、まあ、だいぶ落ちちゃってますね。まあ、これだったら残念ですが、まあ、普通にリュウビー入れていって、まあ、コブの重ね掛けしていった方がいいかなっていう感じですか。こんな感じで、はい、ちょっと倍以上差ついちゃいましたね。まあ、期待していたスキル2の3万なんかの威力アップなんかもそこまで貢献してなかったようなイメージですね。ここちょっとまた深掘って検証したいですね。まあ、でも33億のダメージ出ていたのであれば、まあ、それを2回攻撃で66億とか、まあ、70億ぐらい出るんで、まあ、さっきの上杉謙信と同じぐらいの火力にはなりますね、クリティカルが確定するなら。まあ、この形のいいところはリュウビちゃんを育てる必要がないってとこですね。まあ、ただどこまで行ってもクリティカルは安定しないし、まあ、無難に上杉謙信の方がジョフク入れたとしても良さそうかなっていうとこですかね。アマテラスのデッキ、はい、ちょっともうちょっと改良の余地あるかもしれないので私の方でも検証したいと思いますが、まあ、この前のアマテラスが出てきてから、まあ、今回のジョフクの出現ですね、で大幅なアマテラスの改善があったかっていうとちょっと微妙かなというのが結論ですね。はい、ちょっとまた、いや、こうやったらもっと火力が出るとかそういった情報があったら検証し直したいと思いますので、はい、まあ、この情報はあくまで今突発的に出た結果ですし、育成の仕方だとか、まあ、奥義の解放の仕方、戦うステージによっても結果は変わってきますので、間違っても鵜呑みにはせず参考程度に見ていただけると嬉しいです。はい、そして最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。はい、それでは。